はい、カクトです。今日も久しぶりですね。今日も久しぶりですか。ちょっとどっちが先に上がってるかね、ちょっと分かんないですけど、はい、今回ねボール2つ開けたんで2つ投げてます。はい、今回ご紹介するのはこちら、サミットピークですね。初めて角と初めてサミット投げます。で今回のねもうこのボール、サムネにも載せましたけど、過去最高、これ過去最高の〇〇なんですよ。何が最高かって言ったらね、匂い。はい、これねめっちゃいい匂い。ぜひショップのボール、ね、持ってない人はショップにあるボール嗅いでほしい。アップルキウイピエって書いてます。はい、でもなんかメロンっぽい匂いなんですけどね。はい、めっちゃいい匂いです。で、まあ今回のねサミットピークなんですけども、なんか AI がねなんちゃらかんちゃらとか言っててね、このなんかシェルっていうんですか、ゴツゴツしてるぞと、ゴルフボールみたいやぞという話をされたんですけど、いまいちよくわからんかったです。はい。で、まあカバーが TX23、ストームの TX23 ってなんやろ。また新しいんかな。でもニューって書いてないな。ちょっと勉強不足ですが、それなりに強いんじゃないかなって思います。はい。のパールね。でポリッシュ。あ、リアクターグロス。ですわ。で、まあサミット初めてなんで、ちょっとあのサミットどうこうとか言えないんですけども、まあ初めてのサミットのレイアウトはちょっとピンアップね、ちょっとピンアップ、まあ普通っちゃ普通ですけど、はい、ということでねちょっと投げていこうと思います。はい、それではご覧ください。はい、それではねサミットピーク、めっちゃええ匂いわ、めっちゃええ匂い、投げていこうと思います。コンディションは42フィートの、優しいレーン、まあ、ポケットには行くでしょうっていうやつですね。異なる曲がりをするね。なんかもっとウィーンっていっちゃうんかなと思ったけど、曲がるね。おお、曲がるね。曲がるね。ちょっとレイアウトもまあまあめちゃくちゃピンアップではないけど、まあそれなりにピンアップやねんけど、ちょっと中入ります。キレが結構感じられる。なんていうか曲がりすぎるっていうよりもすごいグイーンと向かってくれるっていうの。
外にこのコンディションで行くと外に出すならもうちょい外からかな。ああ、ちょっと外がいまいちなんだな、ゆるいな。けど曲がるね。サミットって最近すごい人気やからさ、ちょっと投げてみたかったからハイスポーツさんに。今回はロックもやけどサミットも投げたいなって言ったらね、投げさせてもらえるようになってすごい。でもこれいいわ。ちょっとあの辺ややこしいな。ちょっと中目からおー、なんかね、今回のねサミットはねAI なんちゃらとか言ってなんかゴツゴツしてるんよね、ゴルフボールみたいな。中玉っていうの、ちょっと説明難しすぎてちょっといまいちよくわからんかったけど、まあなんか AI らしいわ。転がりがいいわ。まあ天秤残ってるけどすごいなんか転がってる感じはいいね。あの辺か。ちょっとハウスコンディションやけど、まあ、お客さんが投げた後やからちょっと外も甘いし中もいまいちやから、あの辺か。いいんじゃない？おお、ちょっときついか。まあでもいい感じやったな。まあちょっとサミット初めてやからあのサミットとどうやこうやってちょっと言われへんけど、いいよ。このサミットは私は気に入った。あんまり今ストライク出てないけどなんか動きがいいわ。オーケー、はい。